皆さんこんにちは。今回からですね、ドラゴンボールゼノバース、これ PS4 のゲームなんですけども、こちらの方やっていきたいと思います。まあ、なんでね PS4 やっていこうかと思ったっていうのは、まあ、スマホ以外にもね、ちょっとテレビゲームっていうものがまあ好きなんで、そちらの方やっていきたいと思います。それでちょくちょく動画の最後に PS4 やってほしいソフト、実況プレイしてほしいソフトね、何かありますかとね聞いたところ、まあ、ドラゴンボールのね、ドッカンバトルのつながりもありまして、このドラゴンボールゼノバースやってくださいっていうコメントもあったので、こちらやっていきたいと思います。あとね、ちなみに、ラクさん、一緒に動画出てくれてるキングラクさんが、もともとこのドラゴンボールゼノバースやってて面白いよっていうね、そういう感想も聞いてたので、今日からこちらもやってきますんでね。皆さん、ぜひお楽しみください。それでは、やっていきましょう。はい、ということで、こちらのゲームなんですけども、自分でキャラクターを作成してそれを育てていくっていうゲームらしいんですよ。そしてキャラクターを作るときにタイプがですね5パターンあります。まず地球人、こちらは、まあ、下に書いてあるんですけども、平均的にバランスのいい能力ということですね。でサイヤ人の方は体力は低めだけども攻撃力が高い。そして魔人、防御力が高い種族。そしてナメック星人、攻撃力は低いけども、まあ、体力は高めで気力の回復も早いと。そして最後フリーザ族なんですけども、まあ、スピードがね速いという種族です。俺ね、作りたいキャラクターというか、まあ、いっぱいいるんだけど、その中でも、まあ、サイヤ人は絶対だよね。うん、サイヤ人は絶対やりたいんだけど、もうゴールデンフリーザに対抗してゴールデンサイヤ人っていうのをね作りたいと思います。見た目、あ、身長体格すごいね、細くしたり太くしたり、これブロリーだ、ブロリーサイズ、これが標準かな。髪型、ご飯、これトランクスだね。これはよく分かんないけど、これヤムチャ、ヤムチャ、完全にヤムチャじゃん。あ、ご飯、天津飯ですね。これはムキンクスか。これトランクスだね、トランクスの幼少期時代、この辺はないけど、これブロリーっぽいよね。これかっけえな。まあでもね、サイヤ人たちとはちょっとかぶんない髪型でいきたいと思います。これご飯じゃん完全に。まあ、これか、この辺だよね、この辺かぶってない。これ何が違うんだ、え、向き、髪の流れってやつ。え、じゃあ髪型これで、もう目元はなんか普通でいいんだよな。瞳の形、あー、まあ、スーパーサイヤ人ってちょっと、あ、すげえなこれ、鼻も変えれんの、怖っあ、すげえ傷ついてる。お、これいいじゃん、これちょっと、ちょっとよくない。あ、カラーカラーカラー、おお、すげえ、ゴールデンだからね、ゴールデンなんで、やば、うわ、ゴールデンだ。あ、目の、うわ、え、でもやっぱサイヤ人でやっぱ緑じゃね、ここは。やっぱサイヤ人ってここはさ緑だよ、目は。うおー、すげえな、全部黄色になるよ、やば、完全にゴールデンサイヤ人だなこれ。うおてかむしろ銅像、すげえやべ、ゴールデンサイヤ人だ。まあここまで来たらもう全部黄色にしよう。
おお、かっこよくない？超強そうじゃねえこれ。これでいくしかないっしょ。名前とボイス、あ、声も変えられるんだね。高っ。子供かよ。これ太いな。8ぐらいだね。これがまあ普通ぐらい、普通のお兄さんぐらいの声じゃない？名前と、ちなみにツイッター見てる人は分かる通り、例の寝起きの撮影はこれです。どんな技で戦いたいですか？遠近バランスよく戦いたい。はい、ゲームを開始します。はい、おお、楽しみ。ではさらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。ということで、いきなりこれ戦闘な感じだよね。立ちはだかるトランクス、成功条件トランクスを倒す、失敗条件なしということで、まあチュートリアルだな。まあ戦い方とか全く分からんからね。はい、L で色、 R カメラ、うん、で×でジャンプ上昇、L3 で加工を行います。で L2 のブーストボタンを押し続けた状態で、L を入力するとブーストダッシュになる。移動中に L2 のブーストボタンを短く入力、または L2 を押している状態で L を弾くように入力するとステップ移動、 L1 でロックオンの、おあ、ロックオンできるんだね。敵がいる場合は R の入力によってロックオン、対象を切り替えることができます。はいはいはい、四角の弱攻撃と三角の強攻撃の押す順番によって攻撃コンボが変化します。なるほど、攻撃コンボは、オプションのポーズメニューで確認することができます。まるで通常機弾を放ちます。丸ね。で L1 と丸の同時で投げ、うん、これちょっと覚えないとな。三角プラス丸の同時押しで吹き飛ばし、あーちょっと難しそう、格ゲーっぽいんだけど。え、どうしよう、何からやる？ロックオンで、あ、これでしょ。でこれ同時押しにすると早っ、はいや、すげえ飛んでる、すんげえ飛んでる。上昇上昇上昇してみよう、上昇、おーおーおお、上昇上昇、はい次、はいはいはい、落ちます。お、落ちてる落ちてる、ヒューン、すげえ落ちた、すげえ落ちた。で四角が弱で三角は強を、で組み合わせると、ああ、そういうことか。ちょっとオプションで見よう、コマンド確認、四角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 、うん、あ、そういうことか。四角三角三角とか、まあいろいろあるんだね。まあ、なんだかわかんないけどやってみるか。お、なんかいきなりまた出てきたけど、敵がガードを固めていたら、三角の長押しによるチャージ攻撃が有効。ああ、そういうことね。だからガードしてたら三角とかでポンって強攻撃ってことが、それでぶっ倒すことができるっていうね。
コンボ攻撃を行っている最中にバスを入力すると X バニッシュが発動し、あ、なるほどね、こう攻撃してる時にババ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 ってバスを押すともう後ろにヒョッって瞬間移動じゃないけどなるってことか。おお、じゃあやってみよう。はい、え、なんねえよ。おお、すげえ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 。1,2,3 ドン。あれ、さっきうまくいったんだけどな。あ、はい、今ね、え、強攻撃であのガードを破ったっていうやつ。 L1 を押し続けるガードを行う。あ、ガードね、はい。あ、ここもそうだ、バツを押すとシューンってなるってことね。はい、攻撃してこい。ほらほらほら、はい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 。おーおーおー、すごい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 。お前の後ろにいる。R2 を押し続けると必殺技。おお、 R2 で、うん、4つ登録することができるのね。で、 L2 と L1 同乗し究極技、三角四角の対応したボタンを入力するとこ。ああ、なるほど。だ、必殺技でも普通の技と超必殺技みたいな感じであるってことが。で、 L に同時押し、うん、これ見た。あ、出てきて出てきてる。はい、連続エネルギー弾で、ちょっと全然出ない。これたまんないとダメってやつもしかして。おい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 、おいおい、こいつなんかめっちゃ強いんだけど。おら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 、これこれ見たことある漫画で。おら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 、お、殺しちゃったよ、究極打つ前に。よし、これでクリアってことね。いや、結構むずくねえか。ランク S です。これどこまであるんだろう。 SS とかあったらちょっとチュートリアルで S ってマジかよってなるけど、とりあえずこんな感じか。わかったわかった。はい、ということで今回はですね、ドラゴンボールゼノバースというものをまずほんと初見で1回目でこんな感じっていうのね、次回のドラゴンボールゼノバースはどういうストーリーなのかっていうのが多分今後分かっていくと思いますんで、どうなるんだろう。まずね、こういう なんて言うんだろう、格ゲーじゃないけど、まあ、バーッとあったところでも自由に戦えるっていうスタンスのゲームかな。なので今日はキャラクターを作りちょっとプレイしてみたっていう感じだね。明日も動画出しますんでね、ぜひ見に来てください。チャンネル登録して待っててね。ということで、また明日の動画でお会いいたしましょう。さようなら。では、次回も、ムダ毛乳首動画でお会いしましょう。